中央大学には3つの留学制度があります。海外留学生の受け入れや留学相談を行っている国際センターは、世界33の国と地域、156の協定校とのネットワークを持ち、毎年350名以上の学生が世界のキャンパスで国際交流の輪を広げています。学生自身が望む大学で学べるよう積極的なサポートをし、さまざまな奨学金制度の紹介も行っています。2011年3月には国際寮を開設し、新入生や世界各国からやってきた留学生が共に生活をしています。留学生との交流は国際感覚を磨き、生涯の財産となることでしょう。この国際寮に入寮している宮越さんに、ここでの生活について聞いてみました。毎日英語を聞いたりとか喋ったりするので、その最初はそんなになんか日本とかだとあんまり発音する機会がないので、発音の重要さっていうことに全然気にしてなかったですけど、気をつけるようになったらリスニングもできるようになって、去年と比べて英語ができるようになりました。続いてアメリカインディアナ州パデュー大学に留学した経験のある宮本さんにお話を伺います。アメリカのパデュー大学にはたくさんの国籍の人がいるので、こう一つの教室の中とかに、こうにアジア人だけじゃなくて、こうヨーロッパ人だったりとか、こう中東から来た人とかがたくさんいて、それはすごく面白いなと思いました。アメリカで9ヶ月間自分一人だけで生活していく中で、楽しいこともたくさんあったんですけれども、やっぱり言葉の壁などがあって、勉強面や友達とのコミュニケーションっていうところでやっぱり大変なこともあったんですけれども、それを頑張って乗り越えてきて、こう9ヶ月後こうやって日本に帰ってこれたことで、あ、すごい成長したなってすごい実感します。中央大学は国際感覚豊かな人材の育成に力を入れています。